12、12、12、12、12、チアラジュニアの YouTube ワオメロディーがよう分かるようになってきて。チアラジュニアの YouTube なのか、チアラジュどっちでもいいねんけど、また原西さんにね、見せてもらったら。いやーすごいよな、こんなリズム、まあ言うたら作曲がスッとできるわけやからね。ギャガーのってすごいよな、そう思ったら。ほんのメロディーがねえ、この頭のやつをまたしばらく何ヶ月かやったら、また新たに誰かにもらいに行くっていうね、うん、オープニングジングルねえ、もらいに行く旅ねえ、それもええよな、うん、いやめちゃくちゃいるやろ、それこそ熊田正史とか、あねえ、 HG とかもそうじゃん、なんかありそうじゃない、基本闇営業行ってたやつやな。くしくも、あねえ、で最後、うん、大ボスにもらいに行くっていう、ね、そんなことで今日も皆さんよろしくお願いしますお願いしますさあ、いろいろ送ってきていただいたみたいで、で何をプレゼントしようということで、ちょっとスタッフが走ってくれまして、作ってくれました T シャツ、これがですね、私がこう駐車場で書きました、書いたというか置いたというか、これを T シャツにしていただいて、モンキーレンチトーク、これどこにも売ってませんので、で一応この番組だということが分かるように背中に小さくね、これならほんまにどうでしょう、うん、普通に着れそうな、はい、ね、はい、これ T シャツ、はい、これをプレゼントさせてもらいました、そんなことで、はい、やらせてもらいましょう、はい、今日ももう早速行っていいですか、はい、さあ1問目、あれ秀と熊田陽子昨日の夜やったな、いいものプレミアムを見ててそう思った理由とは、ね、やっぱりね、誰しもがこれ思ってるじゃないですかまあまあこんなんがまあ一番最初にそれは出てくるでしょう、東京都タイガーさん27歳男性、あれヒデと熊田陽子昨日やったのはなぜそう思った、2人とも衣装が昨日と全く一緒、うん、まあね、ああまずは、うん、こっからこうゲートが開く感じがしますね、うんうんうん、これを触れずにっていうのはまああれなんで一応触れといて、うんうんうん、兵庫県、うん、ザッキー31歳男性、昨日の夜ヒデと熊田陽子やったな、なぜそう思った、この布団膝に優しくて本当にいいんですよねー膝言うてんもん布団紹介するときに膝出てくる想像的な布団紹介するときに膝出てきたらもう絶対せやわああ、うん、東京都太郎パン32歳の男性、ヒデと熊田陽子昨日の夜やったのはなぜそう思った、ヒデと陽子のというタイトルコールで始まったもうバレに行ってるけどなそれ東京都ユートピア21歳男性、ヒデと熊田陽子昨日の夜やったのはなぜそう思った、寝相が悪い人向けの高反発マットレスをヒデさんにぴったりですねという、あ、未成年、和歌山県黒胡椒18歳男性、ヒデと熊田陽子昨日の夜やったのはなぜそう思った、
秀樹さんと呼んでいた秀樹さんなんや、うん、知らんもんな、うん、まあ今のね回答もいっぱいたくさんね、うん、それっぽいになったけど一番こう短い言葉やったっていうのもあったりして、うんうんうん、あの方になりましたし、このテイストもねいっぱいあったんですけど、誰目線の回答にするのが一番面白いんかなみたいな感じで、これめちゃくちゃあったんですけど、この人、東京都キャリーさん35歳の男性の方にしました。ヒデと熊田陽子、昨日の夜やったのはなぜそう思った、熊田陽子にタメ語のサヘルローズにガチギレそう、熊田陽子がサヘルローズにタメ口とか、うん、こういろいろあってんけど、やっぱヒデがなんかキレてる、うん、それ黙え やらしといてええのっていう熊田陽子からのプレッシャーも感じてるような気がするうん、だからほんまは切れてないけど、うん、熊田陽子の手前切れてるみたいな感じもなんかこうあって、やっぱヒデが切れさせられてる感じが面白いだって、うん、あれヒデと熊田陽子昨日の夜やったのはなぜそう思った、千葉県ヤクザ医師さん27歳、熊田陽子の右目のつけまつげがヒデの左目についてるもうギリギリで入ったからスタジオにはもう寝坊して、もうクルクルで入ってから千葉県十兵衛さん40歳、ヒデと熊田陽子昨日の夜やったのなぜそう思った、本場の味を出せるコーヒーメーカーを紹介する際、ヒデに入れたコーヒーに黙って角砂糖を2個入れた。分かってんな。さっきそうやったもんだって。朝。あ？うん。朝そうやったから、うん。愛知県半額カーネルさん53歳。ヒデと熊田陽子昨日の夜やったのはなぜそう思った、一緒に見てた父と母がそういうのが分かると自慢しだすわかんねやなあなあ、あれお母さんなあ、滝川クリステルの時も当てたのな、私らもがってたあれ過去数々当ててきてるから新潟県千葉京チャンネルさん38歳、ヒデと熊田陽子昨日の夜やったの なぜ分かった、いつも以上にいつも通りの熊田おかしいと、ここまで熊田っぽい熊田って逆に熊田じゃないというか、何かあったとしか言いようがない、うんうん、その横でヒデは噛み倒しとるから茨城県やってみよう31歳男性、ヒデと熊田陽子昨日の夜やったのはなぜそう思った、ヒデが下ネタを言った後熊田陽子が口パクでパクッと言ったもうイチャつき出したから、うん、これはすごいね。ラスト、このお題ラストです、千葉県にゃも30歳男性、ヒデと熊田陽子昨日の夜やったのはなぜそう思った、わしが見ればわかる、ありゃメスの目や誰やね、という、非常にいろんな角度の回答をいただきました。さあどうしましょうかね、なんとなく奥行きとかドラマチックな感じがある、でいろいろある中でこっちの角度で答えを書いてくださいました。東京都キャリー35歳、熊田陽子にタメ語のサヘルローズにガチギレヒデが切れてるっていう、切れさせられてる熊田陽子に
イニシアチブを取られている感じ、うん、これにしましょう。はい、はい、おめでとうございます。